YSL リブレポップアップスタンドにファン300人行列ナンバーアイメンバーの香水が話題に11月26日まで表参道ヒルズで開催されている YSL イブサンローランのリブレポップアップスタンドが話題となっているナンバーアイのメンバー平野志洋、神宮寺優太、岸優太が オーグジャパンのタイアップコンテンツに登場し、ショップには最大で300人の行列ができた。ファンはそれぞれのメンバーの香水を手に入れ、一時的に商品が品切れ状態になるなど、大きな反響を呼んでいる。 ポップアップスタンドの概要 YSL リブレスタンドはブランドのアイコンであるリブレシリーズに焦点を当てたポップアップスタンドで表参道ヒルズで11月26日まで開催されている。このイベントではナンバー I のメンバーが登場し、特にオーグジャパンのタイアップが注目を集めた。 メンバーの香水とファンの反応、各メンバーがまとった香水にちなんで、ファンは、リブレオーデパルファムを平野仕用の香り、リブレオーデパルファムアンタンスを神宮寺唄の香り、リブレオーデトワレを騎士唄の香りと呼んでいる。初日から300人の行列ができ、ショップでは商品が品切れ状態になるなど、予想をはるかに超える反響があり、ファンは喜びの声を上げている。 行列の様子と混雑ぶり、初日は平日にもかかわらず、開店前に100人以上の行列ができ、2日目はなんと300人の行列からスタートした。ショップではタイアップ動画を流し、無料サンプルを配布していたが、人が集まりすぎて一時的に放映を中止するほどの盛況ぶりだった。 訪れたファンの中には仕事の休憩時間を利用した人も多い、イベントに参加できなかったことを残念がりつつも、メンバーの香りを試せて嬉しいという声が寄せられている。PR 担当者のコメント。 YSL の PR 担当者はナンバー I の起用について、リブレのコンセプトと世界観を体現するグループであり、新たなステージに挑戦する3人は、まさにリブレのスピリットそのもの。そして、ブランドのシックで宣伝されたイメージにもぴったりの方々だ、とコメント。 売上については予測をはるかに超え、初日だけで予測の5倍以上になり、商品の調達に苦労している状況を明かした。EC サイトでの反応、EC サイトでも解禁から3時間以内に品切れが発生し、一時的にキャンペーンの全アイテムが欠品したが、現在は在庫が復活しているとのこと。 PR 担当者は、好調な状況について、皆様から予想を遥かに超える大きな反響をいただき、これから新しい道に進むナンバー I と、リブレのキャンペーンでご一緒できたことを大変光栄に思う、とコメントした。YSL リブレ、ポップアップスタンドはナンバー I の登場という注目のタイアップにより、驚異的な成功を収めている。 初日からの行列、商品の品切れ、EC サイトでの反響など、ブランドとナンバー I のコラボレーションが大きな話題となっている。今後の動向にも注目が寄せられる中、ファンやブランドとの一体感が商品の魅力を一層引き立てているようだ。